稲妻ジャパン先制の一点。早く監督の狙いに気づいてくれ。すまない木戸、今は監督の言葉の意味に集中だ。ウルキ、もう一発決めてやろうぜ。ああ一つなの。それに俺たちまで分断しようというのか。二つの包囲網が吹雪と津波を押しつぶさんばかりに縮まっていく。やろう、取り返しやる。マーク、奪うことができますか。やってやるぞ。悲劇です。精神を支配するだと。監督、僕たちまだやれます。さあ、現在ボールをキープするのは緑川龍司。俺がつなげ。パーフェクトゾーンプレス。土方、飛び高、無理はするな。稲妻ジャパンもまたその鉄を踏んでしまうのか。ボールはパーフェクトゾーンプレスの外へ。今日のジャパンはダメだね。次は俺たちの秘密兵器を奴らに見せてやりましょう。必殺技の特訓は必要ない。そうか、むしろあの練習にこそ逆転の秘策がある。みんな、泥のフィールドを思い出せ。トラマル、こっちだ。はっ。次なる餌食はあなたです。ここは泥のフィールドだ。はい、ジャパンの反撃はこれまた意外。気に入りましたよ、稲妻ジャパン。いただき、トラマル早い。トラマル、ストーム。どうしたんですか。いや、次は決める。行くぞ。しまった。交代だ。栗松、行け。はい。風丸、ペクヨンをチェック。無限だ。ハンター、2対1。後半も楽しもうじゃないか。世界大会に行くのは俺たちだぜ。緑川、木戸、お前たちは下がれ。そんな。不動、お前が出ろ。不動、不動はジョーカーだ。ジョーカーですか。強い者は弱い者を食らって生きる。それが自然界の掟だ。立ち向かい、頼むぞ。はい、頑張ります。吹雪くん、大丈夫？医務室に行った方が。遠藤か。あ、遠藤くんがまだ出てきていない。2対1で韓国優勢。10人で挑む日本に一体どんな秘策が。さあ、この不動明雄が逆転の起爆剤となるのか。アフロディキックオフ。この不動明雄が逆転の起爆剤となるか。ディフェンスに向かったのは交代したばかりの不動だ。何、やめるな。油断なりませんね、あんな選手が日本にいたとは。あんなボールを。なんと不動、一人でゴール前まで来たぞ。なんでヒロトに回さなかった。なぜパスしない。アジアのレベルはこんなものかい。だからみんなも彼を信じようとしない。あいつが異常なまでに力を得ようとするには理由がある。だが俺はあいつにサッカープレイヤーとしての才能を感じた。ありがとうございます。少しあいつが分かってきました。どうする、エンド。俺にはこの試合をどう戦ったらいいのか。
依然2対1と試合はファイヤードラゴンがリード。ウド、トロンの特訓を思い出せ。そいつらの頭をコスパスを出すんだ。チームを見る。パス、不動、この試合初めてのパス。稲妻ジャパンはお前だけのチームじゃない。ナコ、フェズノ、無限だ。稲妻ジャパン、なんとか守りきった。さあ、ファイアドラゴン、追加点のチャンスだ。カベマさん、ヒルト、スターム。つまり高円寺さん。高円寺、お前、全員がチグハグでどう動いていいのかわからないんだ。俺は世界と戦うために自分を鍛えることばかり考えていました。分かったのか、遠藤。自分のやるべきことが。立ち向かい勇気に代わって遠藤を守る。お前の答えもプレーで見せてもらう。はい。みんな、勝ちたくないのか。え、勝ちたいさ、わからないのか。あいつは自分だけじゃない。ようやく11人揃ったね、ヒデ。またパスミスだ。よくあんなパスに追いついたっす。惜しい。不動、勝ちたい、世界に行きたいっていう熱い思いは、これは完璧なディフェンスだ。だが不動も諦めない。成功させないまま試合が終わるなんて俺嫌ですからね。飛び高、軌道に回せ。ボス、そこどけ。やったっす。はい、打たせない。飛び坂のミスによってファイアードラゴンのコーナーキックになってしまった。くそ、何を怖がってるんだ飛び坂。思いっきりプレーしてみろ。失敗したっていいじゃないか。やってやる。飛び坂、すげえ必殺技だな。大したやつだ。あの飛び高までも変えたか。行くぞ、流星ブレード。またも同点。後半戦、稲妻ジャパンが流れを引き寄せたか。あと1点よ、もぎ取れ。面白いじゃないか。やべえぞ、これはカオスブレイクか、遠藤君。
分かったよ、遠藤。俺は何を悩んでいたんだろうな。さあ、再びジョンスのゴールキック。俺は、こいつらを絶対に世界に送り出す。これで彼らを世界に送り出すことができたな。世界か。おめでとうございます。よかったな。いよいよ世界だ。